代表取締役社長の都藩坂江寺、取締役会長のグレートソロク大日本プロレスは、日本のプロレス団体。デスマッチ団体を標榜しており、派手なデスマッチを特徴としている。旗揚げ当初は試行錯誤を重ねて徐々にデスマッチへ特化していった。その後、ストロングスタイルへ対等を経て、現在に至る。百九十四年十二月十一日。 日本プロレス及び全日本プロレス出身のプロレスラーで、王営業部長として、フロント入りしていた、小鹿信也が、10月27日に解散した、元ナウ所属選手の剣道長崎らと共に設立。旗揚げ戦には、元ナウの谷口雄一、元ナウ代表取締役の途藩坂江二が、レフェリーとして参加した。さらに元 UWF 所属選手のブルーザー岡本、 元東京プロレス所属選手の山川誠二、生え抜き第一号となった、練習生の小林洋介が所属選手となり、IWA ジャパンや東京プロレスなど他団体の協力を得て、人業を整えた。1995年3月16日、横浜文化体育館で旗揚げ戦を開催。早々期は、現在も続くデスマッチ路線のほか。 エースの長崎が打倒、ヒクソン・グレーシーを明言して、総合格闘技への進出を表明し、団体も腹切りと称して、長崎のバーリトゥード路線を支えたが、9月26日のジーン・フレイジャー戦で36秒で越されて、惨敗を喫したため、バーリトゥード路線はとんざ。デスマッチを中心とした準プロレス路線に、方向性を特化していった。 早々期のデスマッチアイテムとしては、FMW などでも行われていた、有志鉄線がメインであったが、元 W、ING プロモーション所属選手のグレート・ポーゴ、松永光弘、中牧正治などが参戦するようになってからは過激な、デスマッチ路線に拍車がかかり、中牧が所属以前に、主戦場としていた、IWA ジャパンで頻繁に行われていた画病や、ガラスを使用した、 デスマッチや、松永が考案した、サボテン、サソリ、ワニなどを使用した、奇抜なデスマッチに、ファンの注目が集まった。また、若手選手の中から、山川や小林、さらに、IWA ジャパンから移籍した、芝悟るなどが、デスマッチ路線に投じ、後に、中心選手として活躍する素地を築いたと言える。また、社長のソロクも、 当時50代後半に差し掛かりながら、現役として復帰して、デスマッチに出場し、出場時の様々なコスプレも話題になった。1996年には講述する、新日本プロレスとの構想が勃発し、1997年1月4日の、新日本の東京ドーム大会では、ソロクを筆頭に5名が出場したがそれ以上の、進展はなかった。 話題作りの一環として7月には熊野翔平を計画していたものの動物愛護団体の反発により頓挫するなど試行錯誤が続いたが最終的にはデスマッチ路線に再び活路を乱すことになったこの間に中心選手であった長崎や中牧が大日本を離脱してデスマッチ路線の陣容は松永、山川、小林 WX らが中心に変わり、新たにデビューした、本間智明や笠西淳が参入し、さらにアメリカのハードコアプロレス団体、CZW と、業務提携を結んで陣容を整えてきた。現在の大日本のデスマッチとして、代名詞となっている、蛍光灯デスマッチは、この当時在籍していた本間によって考案されている。1999年からは、大日本再建。 タッグリーグ戦を開催。2003年を最後に一度休止となるが、2009年に復活した。2001年12月2日には、横浜アリーナへの興行に進出。ミルマスカラス、ペリーファンクの昇平、ガラス爆破でスマッチのほか、当時、頭蓋骨骨折で長期戦線離脱していた山川の復帰戦が行われるなど、 現在に至るまで最大規模の工業となっている。なお、横浜アリーナ進出に至った経緯については、当時後楽園大会が、不入りが続くなど団体が、崩壊寸前まで陥っていたため、それに対する、ショック療法だったと都班が、社長就任後にこう語っている。その一方、開催資金用の借入金の返済が2008年、初頭までかかった。 この頃に前後して、上記の選手勢に加え関本大輔、伊藤隆二、沼沢直樹ら若手選手の陣容も整ってきたことから、ソロク社長は、工業に出場する機会が少なくなり、ちゃんこ屋などの副業に進出して、都半統括部長が変わって、工業の現場監督的な立場として、表舞台に立つようになった。その後は、自主工業の他に DDT プロレスリング、 海援隊土ジと天下三分の計と称した合同工業なども行っていた。また、2007年からは工業券付き福袋と称して正月に工業券をファンに販売して工業を開催するという企画も実施している。2010年に開催された設立15周年記念大会にあっては、かつて CZW 軍の主要員であったニックゲージのみならず、 欠場となったトレントアシッドの代理として CZW オーナーの DJ ハイドが参戦。約10年ぶりの団体交流が実現。またこの頃からストロング BJ をスローガンに掲げ、すでに関元を通じて関係を持っていたプロレスリング01との交流を深めるなどストロング部にも力を入れるようになる。 9月9日の新宿フェイス大会にて、関本が、世界ヘビー級王座ダッシュに成功。同年には大日本が温度を取り、年越しプロレスを開催して、メジャー、インディー、女子、海外など30以上のプロレス団体、プロモーションが後楽園ホールに集結して、大会を成功に導いた。2011年、2月から4月にかけて、デスマッチ部でのシングルリーグ戦。 一気当選を開催、優勝者の佐々木隆史には5月5日、横浜分隊でのデスマッチヘビー級時基挑戦権が与えられた。このリーグ戦の期間中にあたる3月11日に、東北地方太平洋沖地震と東京電力、福島第一原子力発電所での事故が発生。施設の損傷と電力事情悪化で3月21日夜、 開催予定の後楽園、ホール大会開催が危ぶまれたが、震災後後楽園初開催となった昼のアイスリボンに続いて、無事開催にこぎつけた。ストロング部門では全日本プロレスと交流を図り、3月21日両国国技館大会にて、関本と岡林雄二が全日本のアジアタッグ王座を獲得する。7月、それまで、 代表取締役社長を務めていたソロクが退任し、公認として統括部長だった都飯が代表取締役社長に昇格した。8月25日後楽園、元全日本女子プロレスリングアナウンサーの今井義春がゲストでリングコールを行い、これ以降、今井リングアナウンサーが後楽園と横浜分隊を 中心にマイリングアナが死去する直前の2013年6月30日まで参加した。12月、業務提携を行っている CZW と WXW のライセンス契約を締結した。2012年、前年に続きシングルリーグ戦、一期当選を開催。前年と違いこちらはストロング部門のリーグ戦となり、これ以降は奇数年を デスマッチ部門、多摩数年を、ストロング部門で開催される。リーグ戦に優勝した、佐々木義人は大日本ヘビー級王座廃止で、消滅していた、ストロング部門の新王座創設を明言した。BJW 認定世界ストロングヘビー級王座が、創設されて5月5日、横浜分隊にて、初代王者決定戦が行われた。 6月より、六角京商店街で行われていた、商店街プロレスを、横浜市商店街総連合会との共同企画で、市内十数カ所に拡大して開催。7月15日、デスマッチ新世代の一人であった山川が、札幌定戦ホール大会をもって、現役を引退した。2012年下半期に入り、金村事件の影響で他団体より遅れ気味であった。 ネット上での活動を活発化していく。まず事件の影響で禁止していた選手個人ブログの解説やツイッターの利用を解禁。動画共有サイトでも12月に YouTube2013 年2月15日にニコニコ動画にて専門チャンネルを開設。同時にメディア部を新宿区に設立して横浜本社から独立させた。なお、 このメディア部はニコニコ生放送のスタジオを兼ねている。2013年5月、ストロングスタイルトーナメント、ライジングを開催。16人が出場し、週1回ごとの3日間で決勝まで4試合を争い、川上隆一が優勝した。また、選手の離脱が、相次ぎ層が薄くなっていた。プロレスリングのワにもストロング部門から一部選手が参戦した。 一方で全日本が、鎖国を打ち出したのに伴い交流が途絶え、変わって、その全日本から分裂して旗揚げされたレッスルマイナス1と、交流が開始されて、本格的な相互参戦が行われる。7月に今井リングアナが死去したことを受けて、追悼工業が10月1日高楽園ホールにて、全日本女子 OG 選手を中心とする、女子選手の協力を得て開催された。 スタッフの追悼工業は業界内でも異例のことであった。2013年から2014年にかけては欠場選手が続出して一時はフリーのレギュラー参戦者を含め10人近くが欠場する異常事態となった。これを受けて一気当選ストロングクライムマイナスは中止になる方向だったが選手側からの要望により時期をずらしての開催となった。 その後は徐々に選手が復帰し、新人選手もデビューする一方で大日本所属選手の対談や引退などが相次いだ上に、団体設立の経緯から友好関係にあったプロレスリングフリーダムズからデスマッチのレギュラー参戦者がいなくなるなど、人用の大幅な入れ替えを迫られることになった。2015年。 団体旗上げから20周年に当たるのを記念して7月20日に両国国技館へ進出して成功を収め以降も年1回の両国開催を継続させている。他に札幌、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡のビッグマッチツアーを行っている。また幸楽園ホール3連戦の最終日だった8月18日の開催日程を 悪性リンパ腫で闘病中の下機原賢人を支援するムービングオンカッキーエイドに提供する形で協力した。この年の後半により経営体制の変わった全日本との交流を再開し2016年は新規バファーストリングで若手中心の工業を毎月交互に開催した。2017年は他社との共同企画で プロレス業界初となる VR プロレスの収録試合を実施し、また選手からの要望を受け、ストロング BJ のジュニアクラスにあたるストロング J を創設。8月には、火気源健人の復帰により開催された、カッキーライドに、再び協力した。1996年6月30日、力道山 OB 会プロレスが、 横浜アリーナで開催したメモリアル力道山にメジャー団体、インディー団体、女子プロレス団体を含めた16団体が参加。第2本も剣道長崎山川隆二組対中牧昌治谷口雄一組の1試合を提供。しかし、第1試合から第5試合に出場したインディー団体の試合を見た新日本プロレスの聴衆力。 武藤刑事らは上がって、その試合内容を批判するありさまであった。特に長州は、俺、個人から言わせりゃ、あんな、モンプロレスじゃないねと発言している。この、長州のインディー団体批判に対して、新東京プロレスの石川隆氏と共に、ソロクが、長州の発言に対して、インディー団体をなめるな、と反論して、論争を続けた結果、 9月17日の新日本愛知県体育館大会でソロク、長崎ら7名の所属選手が乱入して新日本に宣戦布告をする実力行使に至った。ソロクをはじめとする所属選手たちが土足でリングに乱入したことで新日本ファンから大ブーイングを浴びた。この乱入直前、彼らは強い緊張を感じていたという。その一因だった。 田尻義弘によると、まだ時間があるからと立ち寄った、喫茶店で、小鹿さんが、クリームソーダを注文して、緊張で、それどころではない選手たちは、とりあえず、俺も、俺もと注文して、皆で、クリームソーダを飲んでいましたと10回している。その後も、必要に乱入を繰り返したことで、1997年1月4日に、新日本東京ドーム大会で対抗戦を、 実現させる形となった。以上の4戦が組まれて第2本勢は、長崎以外すべて敗れたが、ソロクはタキシードに赤髪姿で、中巻は有志鉄線ボードをリングに持ち込んで、試合に臨むなどインパクトを残したほか、田尻は同じジュニアヘビー級の大谷を相手に前線したことで、後に新日本のベストオブザ・スーパージュニアに参戦して、 さらには大日本対談後のアメリカのイカップリングウィズや WWE への参戦につながった。当初は新日本プロレス対インディ連合軍としてインディー団体のトップレスラーたちと新日本による対抗戦を狙っていた。しかし、ラインナップを予定していたターザン後藤やタカノケンジは出場を辞退し、 当時代日本のメインイベントに出場していた松永光弘も出場を拒否して最終的には新日本対大日本の小規模な対抗戦で終了する形となったその後は単発的に新日本と関わっていたが徐々に関係は疎遠になり口述の金村事件を理由に関係が2009年から断絶されていたが2018年5月15日に 新宿フェイスにて開催された、ライオンズゲートプロジェクト12に、関本大輔が出場し、新日本との交流が復活している。1997年から2000年前半にかけて、大日本では、女子部を併設していた時期がある。元吉本女子プロレス JD の所属選手であったあり、渡る、藤村七、生え抜きの川崎美穂が、設立時に所属し、 1997年7月19日に横浜文化体育館で開催されたジュニアオールスター戦にて本格的に活動を開始した。しかし、3人はいずれも短期間で対談となった。その後、元川新郎師団の一聞き横、中野智よりょが所属するとともに、藤村も再デビューを果たして同じ横浜を本拠としていた。 ネオ女子プロレスやフリーの八木ひろみ、メキシカンレスラーなどが参戦していた。BJW 認定女子王座も設立されたが、結局、2003年までに、自然消滅している。女子部が消滅した後も不定期ながら、団体外の女子選手が、敵儀大日本に出場しており、長与千草や尾崎真由美、木村京子ら大日本のデスマッチに挑戦した。 女子選手も存在した。ただしミックスドマッチは、同じインディーの DDTK ドジョ、WNC に比べ消極的であり、木村のデスマッチ挑戦も、男子選手との体力差から難色を示され、頓挫している。特に金村事件以降は、女性問題に発展する事態を回避するため、 大日本所属選手とのミックスドマッチを他団体さん、戦時を含め基本的に許可しない方針を固めている。一方で、アイスリボン、OZ アカデミー、プロレスリングウェーブなどとの合同工業あるいは、リングを貸し出しての昼夜工業も開催して、アイスリボンとウェーブより随時試合提供も受けており、逆に、大日本から試合提供をすることもある。なお、 女子部設立前には、ガエア、ジャパンから試合提供を受けたことがあった。旗揚げ15周年となる2010年4月に女子部が復活して、ありるに加えマルセラも再度参戦。BJW 認定女子王座は当時、JWP 女子プロレスに在籍していた、米山香織がダッシュしてから8年が経過した2011年に防衛戦を決行して、 直後に返上、そして封印された。その JWP は2010年9月19日に大日本高楽園と同時間帯に開催された新宿フェイス大会で米山 VS 桜恵美の JWP 無差別急選主権試合を敗者紙切りマッチとして行ったことと2011年の米山引退撤回騒動で大日本との関係を悪化させている。2012年は JWP との合同工業が開催されたが、開催日を米山の海外遠征に合わせて設定。その後、米山の JWP 対談後の2014年の六角橋商店街大会で JWP より試合提供が行われるまでに改善された。また、アイスリボンも金村事件以降、関係が悪化していた時期があったが、 こちらは大日本のスポンサー企業であるネオプラスが2009年にアイスリボン事業部を設立したのを機に改善されている2004年5月5日北海道遠征のために北見市に移動中使用していたリング運搬用トラックが事故に相配車を余儀なくされたこのため代替車両購入のための資金をファンから募集したスタッフや選手が トラック購入に奔走した結果、購入のめどが立ち、2005年に、名古屋の運送会社から新車を購入し3月に、ファンに、お披露目され、使用を開始した。車体には募金したファンの氏名、法人名も刻まれた他にデザインも大日本のロゴマークや、当時のソロク社長と所属選手11人の顔写真が、入ったものとなった。2007年、この車両は、 自動車排出ガス規制に抵触し、首都圏では車検を通すことができなくなることが判明。大日本は三代目のリングトラックを購入し代替し、2017年6月まで使用された。二代目は積み荷のリングごと横浜市から北海道に渡り、大日本を含む北海道でのプロレス工業会催事のリング運搬に使用されている。また、選手移動用のバスも、 昭和生まれの三菱不走トラックバス製が2011年8月にエンジンブローを起こし、二代目もエアサスの問題を起こし、それぞれ廃車となった。短期間で三代目に交代している。2019年10月25日、高松大会に向かう途中の選手バスが故障し、即廃車。その後は、 レンタカーのマイクロバスで移動している。2008年1月20日、大日本プロレス、DDT プロレスリング、海援隊土壌による合同工業、天下3分の軽チバブルーフィールド大会開催前に、アパッチプロレス軍の金村金太郎が、BJW 女性スタッフを強制挨拶した。女性スタッフはこれ以上被害者を増やさないように、 公式発表してほしいと懇願するも BJW の都 BJ 半統括部長は、感情的な口調で、被害者を威嚇して、公表したら、皆が損するんだよ。君がそんな好戦的な態度じゃ一緒に仕事できないよと、泣き寝入りを強要し、隠蔽工作を図ろうとした。隠蔽工作に、納得のいかない、リングアナウンサーの村上健が、ブログで告発しようとしたが、 会社の意に沿わない行動をして混乱を招いたとの理由で2月16日付で BJW への無期限出入禁止処分になる。2月17日、都飯がブログで一方的に収束宣言。それを見た被害女性スタッフが BJW 公式メルマガで暴露、警察へ届け出る意向を表明。2月18日、被害女性を名乗る者が 千葉県警千葉中央警察署に被害届を提出したと村上ブログコメント欄で発表。しかし後に発表された和解の報道では被害届が提出前であったと発表されていてこの内容と矛盾するため真偽は不明である。同日 BJW 横浜本社にて都販並びに 伊藤隆二と黒天使沼沢ジャーキが、記者会見。金村の無期限出場停止処分を発表を。隠蔽工作について大日本側はあくまで話し合い、合意の上の措置だったと発表するが、被害者発メルマガ村上ブログの言い分とは、大きく食い違う。同席した佐々木隆史より、アパッチプロレス軍の活動を2月22日、 新木場ファーストリング大会をもって、無期限停止すると発表した。これに伴い、3月7日に予定していた、アパッチ新木場大会の中止を同時に決定する。2月19日、都藩が自身への処分として、役員報酬3ヶ月分100分の30を返納、現場責任者兼統括部長の職を2008年2月19日を、 持って解任することを公式リリースするも役員には残留。この処分はあくまでもメールマガジン運営への管理責任を取ったという形の処分であり隠蔽工作への責任、謝罪などには一切触れていない。これとは別に自らの申し出により中継番組大日大戦の実況を2月26日放送部により降板。2月20日金村 黒田明子選手の同席にて謝罪会見。選手としての活動を無期限自粛、出場予定していた他団体への出場もすべて辞退したことを発表する。2月21日、村上がブログ上で先日、BJW が発表した、今回の事件の経緯についての矛盾点を指摘する。 2月22日、アパッチプロレス軍新規バファーストリング大会終了後、金村がアパッチプロレス軍を解雇になり、アパッチプロレス軍の運営会社の預かりとなる。2月27日、弁護士同席の元都飯、伊藤、村上の話し合いが行われ、ブログに掲載いたしたに内容に事実と異なった内容を思い違いで書いてしまった内容があり、混乱を招いたとして、 村上のブログにて、お詫びが掲載された。3月2日、カツラスタジオ大会開始前、ソロク社長、都飯統括部長が、リング上で謝罪するとともに、都反の公認の現場責任者権統括部長として、四賀悟の就任を発表した。ただし、選手活動を優先させたいという WX の意向により当面は代行という形を取ることになった。 3月11日、金村より3月2日に、被害者女性と金村の代理人である、笹原雄一、村上の三社で、話し合いが行われ、被害者女性と金村との和解が成立したことを、報告する会見が行われた。和解の条件として、以下のことなどが記された、示談書が作成された。2008年3月18日、村上が、 ブログ上に手自身と被害者女性の近況を報告。被害者女性と金村の和解については、圧力的なものはないこと。被害者女性がある人物への怒りは消えてないものの、新しい職場で働き始めていること。BJW から被害者女性をケアする、電話一本すら来ていないが、被害者女性自身が、二度と第日本プロレスとは、 関わりたくもないと言っている以上仕方ないということ。BJW のリングアナウンサーのシンドユージと、新人レスラーの石川深也へのエールなどが書かれて、いたが次の日にその記事は削除された。2008年3月27日、メビウス新宿フェース大会にて、金村が復帰した。以降は大日本のリングに姿を見せることなく、 2016年12月27日に引退した。事件の影響2020年、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くのプロレス、格闘技団体が、工業中止や無観客開催に移行する中、大日本は、感染対策を施して、観客を入れた通常工業を継続した。それでも一部地方大会が中止になり、 4月の改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言発令に伴い以降の興行が中止、または延期になり進行中だった一期当選決勝戦も無観客に移行された。これにより収益の柱を失い資金繰りが悪化したため、クラウドファンディングを利用して資金集めに踏み切った。 一方で3月16日開催の横浜文化体育館大会を横浜市からの工業自粛勧告及び市営スポーツ施設閉鎖指示に従わず強行開催に踏み切り4月の北海道巡業を緊急事態宣言発令ギリギリまで開催を強行したことで批判を受けた2021年5月下旬に入ると団体内で感染者が続発 6月には、集団感染が発生。所属選手、参戦選手、社員と合計で10人が感染。これを受け、6月13日までの一歳の、工業活動、他団体参戦、対外広報活動等を中止した。大日本プロレスは会場ごとにポジショニングを分けて、それぞれに合わせた工業を行っているのも特徴である。2012年より、 一般社団法人横浜市商店街総連合会と連携して横浜市内各所で商店街プロレスが毎年開催されている。以下はその主要開催地であるメジャー団体と同様に全国各地を巡業している。特に頻繁に行われる会場は以下の通り。所属選手はデスマッチ BJ、ストロング BJ、 ストロング J の3ブロックに分類されているが、ストロングルールでの試合には全員出場しており、大日本において中間ルールにあたる、ハードコアも試合によってはほぼ全員出場している。2021年に参戦した男子選手のみ、女子選手は団体の方針により試合提供に限定されている、ため除外する。四強工芸は大日本の子会社として、 グッズの制作、販売を行っている。なお近年は大日本の運営に関わる公式なリリースは4つ用工芸の名義で発表されている。2005年5月19日、アブドーラ、小林が代表取締役社長を務めている引っ越し業を取り扱う運送会社、大日本プロレス運輸を大日本の子会社として開業。6月、運送会社、 プロレス運輸から商標権侵害で差し止め請求を受けた。12月、社名をレスラーズ運輸に解消。蛍光灯の無料引き取りサービスを実施しており、集まった蛍光灯はデスマッチで使用している。現在は実質上営業を休止中。2006年5月11日、本社機能の分離と移転により、関本大輔を主導に、 神奈川県横浜市にある大日本の道場を一般開放してスポーツジムを開業。2013年1月31日営業終了。ありがとうございます。